2020年のオリンピックを目指し、渋谷駅周辺が大きく変わろうとしています。昨日は報道陣にゲリラ豪雨に対応できる貯水槽などの工事現場が公開されました。今、渋谷はどのような工事が行われているのでしょうか。まず公開されたのは、旧東横線渋谷駅の真下を通る渋谷川で、東口のバスロータリーの下では架け替え工事が行われています。私が今歩いているこの場所、ここは現在の渋谷川なんです。ただ上流で堰で止められていることもあり、今は水が流れていないんですね。そしてこのトンネルのように見えるのは、上を見てください。これ1964年の時にコンクリートで蓋をしたからなんです。渋谷川は前回の東京オリンピックの時に道路を通すなどの理由で蓋をしましたが、次のオリンピックに向けて再生の工事が進んでいます。続いて公開されたのは、ゲリラ豪雨対策用の貯水槽です。階段を下り、ようやく地下25メートルの場所に到着しました。ここが一番深い場所ということなんですが、将来ここはおよそ4000トンの雨水を貯めることができる巨大な池になるということなんです。貯水槽は東口のバスロータリーの地下に広がっていて、厚さおよそ1メートルの鉄板で蓋をして営業しながらの工事です。真上はですね、バスロータリーになっておりまして、今も、工事用の蓋を今しておりますので、今まさにこの真上でですね、バスが運行しているような状態になっています。渋谷駅東口が完成するのは2020年を予定しています。